映画を中心に手掛ける。広島県生まれ。2017年に広島市立大学芸術学部彫刻専攻卒業。2019年に同大学院芸術学研究画造系芸術専攻彫刻、研究を終了した。ギャラリー G で開催された古典での展示風景目調を中心とした彫刻を制作している。主に楠木を素材とし、金作は 縄が主要なモチーフとなっている。縄はロープとして実用的な面もあるが、木村は縄文土器の模様や締め縄に用いられるような伝統的、文化的な側面に注目している。縄目を彫刻にすることで悠久の時の流れや神聖さを醸し出し、うねりや躍動感を表現している。彫刻の傍ら手掛ける絵画作品では、 電線が複雑に工作する電柱を好んで描いている。電柱をモチーフとするのはデザイン性を排した合理的な姿がかえって美しいからだという。アクリル絵の具をベースに墨で輪郭を描いている。また、店舗の壁画も手掛けている。直島本村ギャラリーで常設展示されている木彫り、サザナミ、サザナミ線の流骨を縄で巻いた様子を模した木彫作品。 直島本村ギャラリーに常設展示。ありがとうございます。